なんさま体操。皆さんこんにちは。なんさま体操の時間です。なんさま体操は、そう、テレビの前の皆さんと私が一緒にですよ、一緒に運動をして輝ける明日に向かって一歩ずつ歩んでいく体操の番組です。皆さん用意はいいですか？お茶を飲んだりお水を飲んでね、用意して体操を始めますよ。はい、じゃあね、最初の体操に行きたいと思います。まず最初の体操は振り子の体操です。振り子の運動は、足を肩幅に開いて、そして両手を左右に振っていくだけの運動です。仕事始めや仕事の途中、そしてね、一日の終わりの体の疲れを取るのに最適な運動です。ですかね、終わりと最初に使える体操なんてめったにありませんからね、皆さんね、ぜひやっていただきたいと思います。で、やり方はですね、足を肩幅に開いて両手を左右に振っていく。で、これを2分間やっていきます。ね、2分間やって、休憩します。で、ちょっとね、きついなーって人は、初めての人とかね、1分間で一応お知らせしますので、そこまで頑張ってみて、様子を見てね、できそうだったら2分間一緒にやっていただけたらいいかなと思います。ね、で、立ったりね、もうそんな無理無理という方はですね、できる範囲でいいので、自分が動かせる手とか足とか首とかね、指とか、それをですね、僕と一緒に何らかの運動を一緒にね、2分間やっていただけたら、このなんさま体操をやってる意義があります。皆さんと僕が一緒に体操するのが大事なんですからね、皆さん、いいですか？じゃあ2分間やっていきますよ。いきますよ、よーい、スタートね。最初は軽くやっていきましょう。運動を始めとかね、疲れた仕事の後とか、同じ姿勢とかね、寝てる時もそうですよ、皆さん休んでるようですけど、結構横になって同じ体勢でいますね。筋肉がそのままだと疲れるのはよくわかるでしょうね。ですので、起きた時に全身がね、すぐ動けるように、こうやってゆっくりの運動から体を目覚めさせるのもとっても大事です。それと一緒でですね、仕事で同じ筋肉ばっかり使った人は、この運動で体全身を動かして体のバランスを取れるようにしていただけたら、次の日疲れとかもね、少なくていいスタートが揃えますので、ぜひぜひ振り子の運動をやってみてください。足をね、しっかり踏ん張って左右に振るだけです。これだけでいいんですからね、本当に ね、なんでバランスが取れるんだろうというのはね、はい、1分経ちましたよ。1分頑張ってしたいです。ここで休憩、まだまだいけるって人はね、一緒に2分間いきますよ。ね、ね、なんでいいかっていうとね、このね、体の真ん中に背骨というかね、脊椎っていう体の真ん中を通って骨があります。それをね、軸にして今ね、これ回転してます、体をね。で、そうすることで体の軸からこれをねじることで、全身の血液が流れていく。何もしなくても心臓の力でね、血液が流れていくんだけど、さらにこうやってねじることで隅々までギュッギュッと押し出して、押し入れて、心臓に、老廃物とか疲れの物質がね、流れていって体の循環が良くなります。そうすることで筋肉も潤って疲れがなくなるという形ですね。いいでしょうね。はい、もう終わりますよ。3、2、1、はい、OK です。で、終わったらね、体をじーっとして、今自分が動かしたこの体の感じをしっかり味わいますね。自分自身で動けたっていうのもね、しっかり褒めてあげてくださいね。できましたね。はい、ではね、振り子の運動はこれでおしまいです。明日に向かってなんさま体操。はい、今日のね、2つ目の体操は骨盤の体操をしていきたいと思いますね。前回から言ってますけど、やっぱりね、体、春から梅雨にかけて、そして夏になってね、体がだんだん温まって体が緩む時期でありますね。
その時期にね、変な運動とか動かし方とか偏った運動の仕方とかすると骨盤が歪んでね、腰痛の原因になりやすい時期です。本当にね、あ、なんか腰が痛いなって言って夏休み頃には治るみたいなね、そんな感じが多いです。でその痛みをね、少しでも減らすために骨盤の運動で骨盤を調整していただけたらいいかなと思いますね。はい、至って簡単です。椅子を用意しますですね。で椅子に座りますですね。で骨盤がですね、脇腹からこう下ろしていくと、この硬い骨があります。でこれが骨盤ですね。ね、でこの骨盤をですね触って、で、骨盤をね前後に倒す運動ですね。まず今骨盤、今立ってるんですけど、この骨盤を今から後ろにこう倒しますね。倒し方は背中を丸めて、お腹、へそをねへこませる感じにすると骨盤がこう倒れていきますね。テレビでわかるかな、この倒れた角度ね。ここで倒します。今後ろの方に倒れてますね。背中もぐるっと丸いでしょ。でこれをね前に起こします。ぎゅーっと言ったら体をぐーっと起こして、おへそが前に引っ張られるようにして前に立とします。そうすると骨盤が後ろから前に立ちます。この運動です。倒して起こす、倒して起こす運動ですですかね。でポイントはですね、なんか動いてるなってのが、この骨盤が倒れたり起きてるなっていうのが感じるのが一つ。そしてここにですね、あと一つ、お尻にですね座骨という骨が2つありますね。この2つがちゃんとね両方に体重がかかっているかなっていうのを感じながら動かしてもらったらいいかなと思いますですね。この座骨の骨がねゴロゴロゴロって両方均等にね、あ、重さかかってるなって感じる感じで動かしてもらえるといいかなと思います。なんか右側だけなんか体重かかってるなと思ったら、体が傾いてる証拠です。骨盤も傾いてる証拠ですので、なるだけこう両方に均等に重さがねお尻向けて申し訳ないけど、重さがかかるようにして倒して起こします。この運動ねやっていきたいと思います。はい、では皆さん椅子も用意できたかな。いきますよ。はい、ではね今から運動を始めていきますよ。骨盤をまずね触って、これを後ろに倒します。おへそをへこませます。ぐーっとなるだけへこませます。でここからいきましょう。せーの、1倒します、2倒します、3倒します。座骨を意識してね。4倒します、5倒します、6倒します、7、8、9、10 OK です。今度はねちょっと早く動かしていきます。1、2って感じでね、同じ運動ですけどちょっと早くしていきますね。座骨も意識して、両方が同じように体重がかかるように体をちょっと調整してみてください。ね、ではいきますね。倒してやっていくよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、どうでしたかね皆さん、骨盤動いてるの感じられましたか。ですかね、背骨はよく動くけど骨盤あんまり意識したことがないって人はね、うってつけですね。骨盤から体の中心は骨盤ですからね。このね丹田とか言うでしょ、ここにありますからね。ここがしっかり動くことで体が柔軟に動くようになりますのでね、股関節をもあります、うん、で骨盤を意識して動くようになると体がスムーズに動くようになりますのでね、皆さんじゃあ骨盤を動かして、体が動かしやすくしてみてくださいね。はい、それじゃあね、骨盤の運動はこれでおしまいです。何様体操で元気になろう。はい、じゃあね、今日最後の体操です。3つ目の体操ですね。3つ目の体操は、今年度からちょっと取り入れてますけど、試行錯誤をしながらやってますよ。皆様ね、皆様ついてきてくださいよはい、
前後にねバランスの運動をとる運動です。足をこうですね、で前一歩出して、でこれを前後ろ前後ろと動かすだけの運動です。いいですかね。ちょっとね体のバランス、今足をこうやって立ってますね、これすごくフラフラします結構ね。怖いなーって人はこの後ろの足を外側にこうやってねずらしてあげるとバランスが取りやすくなりますよね。これで1、2で動かしてもらうといいかなと思います、ね、まだでもそれでも怖いっていう人は壁や椅子や手にしてね、それでバランスを取ってみてください。で時々こう手を離してね、お大丈夫だ、お危ない危ない、おできるできるできるっていう感じで自分でバランスを取れる機会を作ってみてください。いいですかね、はい、でこれをね、この前ね30秒30秒でやったけどちょっと短いなと思うのでね、30秒30秒を2セットいきたいと思いますので、できる方は2分間一緒にね頑張ってついてきてみてください。あしんどいなって人はねもう30秒30秒1回で終わってもいいのでね、それはもうそれぞれのペースです。今日できなくても明日少しずつ、明後日少しずつね、こうやって続けることがとっても大事なんです、ね、今日だけやっても満足しても明日明後日しねーみたいな感じになるとね、もったいないです。今日やった日がもったいないです。ですので少しでもいいので自分で動かしてみてくださいね、はい、それでね前後の足のバランスの運動を30秒ごといきたいと思います。足を変えますのでね30秒左足右足前という感じでね、いいかな皆さん、いきますよ、よーいスタート。前後ろ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 、そして後ろの足はしっかりつま先でビーンと蹴るんでしたね、ビーンとね、うん、こうやって蹴っていきます。そしてつま先でしっかりバランスをとっていきます。グーッとね、前後ろ前後ろ前後ろ、はい、では足を変えます。前後ろ前後ろ、足がこうまっすぐのままだとね結構バランスが取りにくくなりますのでね、後ろの足を外側に向けてくださいね。僕ちょっと頑張ってねまっすぐにしてますけどね、もうこうやってほらバランスが取りにくくなる、油断すると横に倒れそうになるのでしっかりねバランスを取ります。前にしてみようか。前にすると皆さんカメラに近づいて寄ってしまうかな、横がいいね、はい、ではまた足を変えますよ。前後ろ前後ろ前、しっかり蹴ります。グッとね、後ろの足はグッと蹴って最後親指でね地面から離れる直前まで上げてくれるといいな。よし、そうするとバランス足の力もつきます、うん、結構汗が出てきましたよ。うい、頑張って、もう2セット目だけね、はい、はい、では足を変えましょう。足を変えて、よいしょよいしょ、どうでしょう皆さん、ゆらゆらせずにできてますか。見た目より簡単だなじゃなくてね結構ゆらゆらしますんでね、皆さんねしっかりバランス取ってくださいよ。はい、グッといきます。後ろの足意識して蹴りますよ、はい、3、2、1、はい、 OK です。はい、皆さん前後でバランスを取る運動どうでしたかね。バランスもそうですけどね、この後ろの足をグッと蹴ることでねこの後ろのふくらはぎも鍛えられますので、しっかりグッと蹴ってみてくださいね、はい、ではね3つ目の前後のバランスの運動はこれで終わりです。はい、皆さんどうでしたかね。今日の体操はまずは振り子でね、で2番目の体操が骨盤の運動ね、骨盤を倒して倒して起こして倒して起こしてでね、骨盤を動かすことはとっても大事なのでね、これだけでもしっかりやってみてください。で3つ目の体操はこのバランスの運動でしたね、はい、どうでしたかね、3つね連続やってもらってもいいです。でね、3つの中1つ気に入ったのだけね覚えて、何様の時間じゃなくてもねやっていただけるととっても嬉しいですね。中にはねビデオ撮ってね繰り返し見てくれる方もいらっしゃるみたいなのでとっても嬉しいですね、はい、
はい、それではね、今日の体操はこれで終わりますけど、いいですかね皆さん明るく楽しい今を、自分で動ける幸せを、そしてかけがえのない素晴らしい今を、宝の森高森町の皆さんに届け。はい、じゃあ皆さん、今日も最後まで体操お疲れ様でした。また皆様この場所で待ってます。さようなら。